はい、今日もやってまいりました、一番安いベースボールチャンネルでございます。はい、はい、よく噛まず見えましたっていうのは、もともとね、顎がなんか外れやすいのね。そうで、さあこれ言おうと思ったの外れやすくて、はい、で、あの経営店でさ、このアカデミーとかの経営店で、はい、あの前紹介したかな、生徒店でした。一番さんのインスタにも載ってます。そうそう、で、はい、そこで、あの少々体面で朝やってもらってるわけね。はい、結構バキバキ系なの。はい、骨をこう、骨ってほんとね、こう、なんだろう、体を歪んだり戻したりとか。あ、なんかバキバキしてるやつ、はい、で、あれで、首こうやってガンってやるときに顎カコって入ったの。はい、そっから、喋っていく調子いい。じゃあ、もともと結構ずれてた。多分ずれてて、はい、で、こっちに首やるときにこう、あのロックするからガンってやったときにこっちカコってなって、はい、こっちもカコってなって、多分その時にうわ、痛ぇと思ったの。はいはい、あれって結構痛いんですか。慣れないって言って、あのね、首やるときはかなり力入るの、勇気。でもやってもらったらすごいスッキリする。あー、マジですか。僕もやってもらいたいんです。この方がいいよ。今実際、アカデミーの方は、今子供たちもちろん通ってます、うん、で、この間トール先生を紹介させてもらったじゃないですか。はいはい、トール先生以外もこれからやっぱりどんどん揃えていく形では。いや、ね、それ以外はないね。あー、なるほど。そう、まあ、あんまり多くしすぎてもって感じです、ね、そう、トール先生もね、ああいうその体の使い方っていう、はい、レッスンを始めて、もう何この間話したのが、何ですか、十何年やってるんですか。はいはい、だからその子たちの、その使い方もやっぱ分かるわけです、はい、みたいなね、はいはい、この子はそういうのが得意だとか、はい、苦手だとか、はい、一目見て分かるわけです。さすがの先生ですね。だからそういうのを入れてて、野球でもさ、例えばさ、こっち、左方向に動くのが得意とかさ、はい、右の逆シングル系苦手とかって動きあるわけじゃん。はいはいはい、そういうのもバランスよくね、鍛えていくわけ。はいはいはい、ちなみにいらない情報ですけど、はい、ドー君は逆シングルが苦手でした。はい、ありがとうございます。はい。あ、今後一番さん、もちろんアカデミーのこともあると思うんですけど、はいはい、この YouTube の方で新たな企画をどんどん展開していくということで。そうね、コラボもね、ドー君がなんか仕込んでくれてるみたいなんで。してますよ、動いてますよ。可愛らしい子も来るかもしれないですね。ちょっと危険ですけど。っていう話です。はい、そうですね。どんどん、まあ、市場さんができる範囲でちょっとやらせていただきますんで、あの自粛前、ダイエット企画とかもあったじゃないですか。あれも正直止まっちゃった形なので。でもね、痩せてんだよ。いや、そうです。多分ね、以前の僕始めた時の顔と、はい、今ね、多少違う。よくね、顔痩せましたねって言われて。はい、でも冗談抜きで今、子供たち相手にしながらやってるから。そう、今ね、相手にしながらやって、自分でも動いたりするから、はい、なんと4キロやったら。4キロって結構です。初めてから。はい、そう。あ、そうなんですね。僕も痩せてます。はいはい、それはもう、ドー君も頑張ります。お腹もちょっとへこんだね。あ、でも分かりますよ。そうでしょ。はい、分かります。あとは筋トレすればね、いいだけなんで。あれ、実際に自分ではこう、子供たち教える以外の時間とかでなんかトレーニングとかしたりするんですか。多少は。まあ、体幹のトレーニングとかは、そのやっぱり教えなくちゃいけないんで、はいはい、自分でもやってみたいとか。ああ、っていう感じで、まあ。そういうの必要ですよね。まあ、自分も仕事してるんで。はい、なんか結構お疲れのようで。そう、土日も少年野球もあるんで。はい、いや、充実してるじゃないですか。そう。それはでも、本当に改めて思うのが、その、まあ、小学生を教えたり、はい、中学生を教えたりで、やっぱね、小学生難しいね。ああ。やっぱり小学生は技術云々よりも。そう、技術云々よりも楽しくやるんだけど、やっぱり基本的なことをずっとやっていかないと、はい、やっぱりその、覚えられないでしょ。うん、中学生とかだったら、まあ、はい、これやってって言ったら、意外とすぐできたりとかするわけだけど、はいはいはい、小学校1年生からになると、基本的なことはやっぱり、口酸っぱく言ったり。言うこと聞かないんじゃないですか。そう、だからね、時間がかかって慣れてくると、はい、たまにバッと出回すっていう、遊んでる子もいるわけですよ。
そういうのもまあよく注意しながらね、はいはい、やったり、やっぱりその飴と鞭じゃないけど、いいとこはよく褒めてあげたり、はい、まあそれふざけたりして、まあ怪我人が出たら困るんで、はい、そういうとこはしっかり締めていかないと、はい、だから少年野球の方ではチーム練習だから、はい、塾と違って、はい、だからそこはこの間怒ったよ、ああ、ふざけてる人がいて、なんか走り回ったりするから、はい、まあいい学にしようと、はい、で僕も怒ったし監督も怒ったし。しっかりとやっぱりでもメリハリは持って、だからふざけたもやらせねえぞって、はい、でなんか3回ぐらい注意しても同じことやってたから、はい、バッティング練習したけどお前も言えないと、はあ、必要です、全然必要ですまあやってたな、甘やかしたばっかりでもね、はい、いやもうしょうがない、もう成長しないんで、はい、いいと思います。あれですか、逆にこう自分の息子さんとか大きくなったら、いや、やらせるよ。だって今もう帰ってきて、今日野球だったんでしょって話になったから、はい、だから、やりたいって言ってくるね。あ、いいね、うちの息子、本当親バカ親バカ。でも今後ちょっといろいろと企画を指導し始めるということで、はい、まあ、なかなかこういったところでも取らなくなってくるんですけど、そうね、はい、そうだからこればっかりはその、まあ、僕はアカデミーの方とかその人類の方をしているので、はい、こればっかりの企画の方は、はい、どう君に動いてもらえることには、はい、もうお任せください、どう君のじゃあね、申請をして、まあ、秋に連絡取り合ってどういうふうにやるかっていう話なんで、はい、どうぞこのポーズ。だから、なかなかコラボがあんまなかったらどうぞ。お前、動きは。下手だったけど。はい、今、いろいろ交渉しますんでね、もちろんさっき言ったように企画をやるからにはちょっと準備だったりとか、そうね、まあ、市山さん自身の準備もやっぱり必要になってくれるところがあるので。変わらない人しかないんですね、はい、やっぱ忙しいんだけど申し訳ないんですけど、いやいや、面白いこと、楽しいこと、そしてやる気は面白いことやりたいよね、はい、そして炎上すること、で僕ね、正直僕のチャンネルでも面白くやりたいんですけど、はいはい、やっぱそのね、子供を教えてるって面でも、はい、あんまりこうふざけて再生数稼ぎたいからってふざけたことやってると、あ、それちょっと疲れるのダメなので、はいはい、まあ僕の方はその、まあ、緩やかにやっていきたいなっていう、はい、まあスタンスなんでね、はい、はい、大丈夫です、ご了承いただいて、はいはい、よろしくお願いいたします、はいはい、これから、まあ、これ見てる方ももしコラボしたいという方がいれば、はい、あの概要欄に、はい、いるかねだからね、そのよくなんかコメントでもプロ野球選手、元プロ野球選手再生数少ないっていう、はい、まあ、しょうがないんですよ、はい、いやもうしょうがないです、好き嫌いもあるんでね、はいはい、いやもう全然全然、まあ、これからどんな企画をやっていくかで皆さんが評価してもらえればと思いますので、そうです、はい、僕は見てくれるんですけど、まあ、この0人じゃないかも、はい、まあ、やってれば楽しいで、はい、やっていきましょう、はいはい、僕はもうすごい楽しいです、じゃあ、あとどうくんの応募しないか、あ頑張るわ、めっちゃ頑張るわ、めっちゃ頑張るわ、あ、なんかそう、そう、焦ってたのね、見てそのアカデミー見てる子が、はい、その道くんのことを、はい、あの人誰やって、はいはいはい、で、はい、あのお面かぶってる人の今度なんか僕会えんのみたいな話して、はいはいはい、会えると思うよってさ、お面外していい、あのお面外した瞬間にみんな見えるかもしれないけど、画面ではモザイクがかかるかもしれない、いや、あの顔を外して写真撮って公開するそれちょっといじめやん子供相手だから怒るに怒れない、興味がある子もいるわけね、はい、いや、ぜひぜひもう会いに行きますよ、はい、まあ、こんなのなりですけど、はい、よろしくお願いいたします、そう、ぽっちゃりたいけど、はい、でも僕も結構痩せてきてるんですよ、本当、はい、本当って、まあ、見てわかんないはい、ちょっと紹介していきます、はいはい、それも企画の一つとしてやっていくんで、そうね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、すみません、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。